こんばんは。では今日も動画やっていきます。まあ今日の本題っていう、まあテーマなんですけどね、あの海外旅行に行きたいなっていうところで、まあいろいろとね、最近もワクチンが進んでて、まあワクチン打てばコロナかからないってわけではないけど、まあ重症化なるリスクがねすごい減るって言ってるところでね、まあとてもいいやつだなと思ったり、まあ最近時をがね打ってね、腕が重いって言ってたんですけどね、まあそれを打つことによって、まあとてもコロナに対して強くなるっていう、まあすごい効果のあるものなんでね、そういうのが広まり始めると海外旅行とかもね行けたりするのかなと思ったし、まああと最近その中学校の頃の同級生が、まあロサンゼルスに、まあ3日前に行ったんですけど、まあ、その子ね、まあ特別なビザを取ったってわけでもなく、あの観光ビザで入れて、なおかつワクチンも日本でも打ってないっていうところで、まあ隔離もアメリカでされてないっていうところで、まあとてもいい、そのもう何て言うんですか、スムーズにアメリカに行けたんですよね。だからもう多分アメリカに入国するっていうのはあんまりもう本当難しいことじゃないのかなって思ったりとかしてね、このご時世は。なんで、あ、いいなって思ったりとかして、まあちょっと海外旅行意欲が強くなりましたね。まあ、あとなんか最近そのワクチントラベルみたいな、ワクチンツーリズムみたいなやつで、どっかの観光業界の人がアメリカにワクチンを打ちに行こうみたいな、そういったツアーを企画してくれてるらしくて、まあなんかちょっとそれはどうかなとか思ったりするんですけど、まあだけど観光もできてワクチンも打てるってところで、まあいいなと思ったりとかするんですけどね。まあなんか本当に日本で9月に打てないとか、それぐらい遅れるってなったら、まあ観光がてらワクチンを取るっていうのも、まあ一つの手なのかなとか思ったりとかしてます。まあだけど本当に行きたいのはヨーロッパとか、まあ、あとは韓国も行きたいんでね。まあそうなってくると、やっぱり日本でワクチンが広まってるっていうのと、あとはその行く国にもワクチンが広まってるっていうのも条件に考えてね、なんかいろんなとこ行けたらなと思いますね。まだと卒業まで10ヶ月ぐらいあるんでね、そういったことも考えて、まあ卒業旅行っていうかね、まあ一緒に行く人もいないから、まあ一人旅みたいな感じでね、考えてみようかなとか思います。まあ、最近考えることはそんな感じですね。まあなんか就活も佳境に入り始めてね、いろいろもう考えることもないんで、そういうことを考えてます。で、まずはカリフォルニアですかね、あのヤマトの宅急便に次ぐっていうところで、なんかその T シャツを買ったっていうところで、なんかどんな T シャツを買ったのか気になるんですけど、まあだけど朝9時に宅配便が来るっていうのはね、まあ僕はね割とね起きてるんで大丈夫な方なんですけど、まああれです、めんどくさいですよね。まあもう一回そのなんだ来てくださいって頼んだりとかする。あとはまあ結構その3時ぐらいとかに来てくれればもう今日通れてたのにみたいな、そういった後悔感とかあってね。まあだけどそうですね、もう一回9時に来るようだったら時間制限し、時間特定とかしてみたらどうですかね。毎回9時に来られるのも困るからね。あとはドラマを最近見てるっていうことでね、あの韓国の受験ドラマって言ってたっけな、なんかそれがすごい気になって、1話40分ぐらいって言っててね、で36話ぐらいあるって言ってて、すごい気になって、で韓国ドラマってだいたいね1時間半とかあるからね、そういうのでなんか見やすいのかなと思ったりとか、あと内容が受験勉強戦争の話っていうところでちょっと気になるなと思ったんでね、まあ、あのこの動画終わったら調べてみようかなとかと思います。あとは T シャツのやつですかね。なんか僕ねすごい白 T がね今年すごい欲しいなと思ってて、まあ、漠然とその白 T がいいっていうだけで、ちょっとデザインの方はね本当にその僕発想力ないんで、あまりそのこれがいいっていうこだわりはないんですけど、もう本当にどんな変なデザインでも、もう、着ようかなとか思ってるんで、もう本当に何でも募集ですね、本当に。もう恥ずかしいとか、もうそういう概念は僕には
まあ、あるんですけど、まあ、あるんですけど何でも来ますって感じです。まあ、もうすでに書いてあるやつでも、もうすでに書いてあるやつでも何でも、そう、僕は来ます。恥ずかしいと、恥ずかしい概念はあるんですけど恥ずかしくないです。ちょっと矛盾してますね。で、時男が小指を骨折をしたっていうことでね、あ、骨折はしてないのか、あの剥離骨折をしてる疑惑ってやつでね、まあそうね、海外で、まあ、接骨院行っても日本と同じようなね、この包帯ぐるぐるっと巻かれて固定して、あれくっつくまで待ってくださいみたいなことをされると思うんですけどね。だから本当最善策はもう病院にも行かず、なんかテーピング買ってここぐるぐる巻いていれば治っていくんじゃないですかね。まあ、あんま僕、俺人生で骨折をしたことないからどんな痛みなのかがわからないんですけど、まあ、だけどね、そのやられることっていうのはまあ固定されるっていうので、ね、まあ、とにかく安静にすることがベストですね。まあ、あとは、ね、もう一回ローラースケートやって同じところでついて本当に折れるみたいなことが一番最悪なんでね、それだけは気をつけて、まあ、折れてない方で着地してまたこっち側を剥離骨折したらいかがでしょうかっていうところと、あとまあコブラ会ですかね。コブラ会っていうなんか響きだと格闘ゲームみたいなイメージがあるって、すごいコブラ会っていうなんかね、格闘ゲームありそうなだなっていうイメージがあるんですけど、ドラマだったんですね。ちょっとあれですか、ネットフリックスにあるって言ってたんでね、それもあのさっきの韓国受験のやつと合わせて確認していこうかなとも思ってます。はい、まあてな感じで僕の今日の動画は終わっていきます。まあなんか多分ね、僕一日遅れですね。昨日ちょっとバイトやったりとか、あと部屋の大掃除やったりとかで、あとまあ面接もあったりとかして、もうなんかすごい3つ予定重なってて、っ動画撮る余裕もなく、あと F1 の決勝もね昨日行われてたんで、もうほんと1日フル昨日動いてて、あの動画を撮ろうっていうような意識がなかったんでね、1日遅れても申し訳ございません。てな感じで僕の今日の動画は終わりにします。